ジンバーンパイセンラジオ。この放送はあなたのカーライフをサポートするコザ自動車の提供でお送りします。いい車あるさあなたが私のパイセンか、私があなたのパイセンか、そんなことはどうだっていい。今週も始まりました、ジンバンパイセンレディオ。そしてこの時間のお相手は黒岩仁太郎です。8月の31日木曜日、時刻は19時30分を回りました。まずは聴いていただいたオープンナンバー、アレキサンドラ・シタン、ロリポップです。夏っぽいね。
ナンバーをちょっと1曲オープニングから、かけさせていただきました。8月も31日ということでですね、学生の皆さんはもしかして夏休み今日で終わりじゃね？宿題は終わったのかしら？ねえ、早いですよね、本当に。いやー、今年のね、夏はね、まあなんかちょっと毎週のように言ってたけど、お盆がだいたいまあ8月の15日前後であるじゃないですか。まあそこで本当に関東の方はね、もう冷夏と言っても過言ではないぐらい寒かったんですよ。気温もね、25度ぐらいまでしか上がんなかったし、そして1日から22日まで毎日雨が降ってたんですよ。そうで、まあマリンスポーツをそのね、仕事としてるマリンスポーツの事業とか、あとはまあ皆さんがおなじみかもしれませんけど、で海水浴場とか行くと海の家があるじゃないですか。まあ海の家をね、経営してる方とかもね、本当に今年は売り上げが上がんなくて大変だなんつって言って、それがなんとですよ、お盆が終わりまして20日ぐらいから毎日晴れてるんですね、これ本当に。で今日もね、気温が32度ぐらいまで上がりまして、いやもう本当暑いっす。こうお盆の時期に戻り梅雨だななんて思ったら、そこでもう涼しくなって、なんか夜も虫の音とかするから、もしかしたらもうこのまま夏が終わってしまうんではないかと思ったら、とんでもないですよ。夏はもうガンガン戻ってきちゃったみたいに、毎日暑い日々が続いております。いやーどうですか沖縄の皆さん。まあ沖縄はね、日になんないぐらい日差しも強くて暑いだろうけど、夏バテなんかしてないですか？いや僕なんかはね、こう寒暖の差が激しすぎて、本当に外で仕事、例えば営業先回ったりとかしてると、もう歩いてるだけで熱中症になりそうなぐらい暑いですよ。いやー本当にね、急にこう10度ぐらい気温差があるとパンチがありますよね。はい、まあ皆さん、そんな夏でしたけど、夏はどっか行きましたか？何してたのかな？僕はね、この夏はですね、まあお盆休みらしいお盆休みっていうのは取らなかったんですけど、8月の14日の日にですね、三重県の伊勢市の方に日帰りで行ってまいりまして、伊勢神宮、皆さんもご存知かと思うんですけど、伊勢神宮に行ってまいりました。いやー真夏の伊勢神宮はですね、いいっすね。まあ、いつ行ってもね、本当に素敵な場所なんですよ。で僕好きで、まあ年に必ず毎年1回は行くようにしてるんですけど、こう伊勢参参りを、下宮と内宮というものがございまして、で伊勢神宮の、まあ、下宮をお参りして内宮をお参りするみたいなしきたりみたいのがあって、で下宮と内宮の間って普通なんか隣接されてんのかなと思うんですけど、実はすごい距離があって、7キロぐらい離れてんのかな。でシャトルバスみたいな、普通のね、路線バスのそのシャトル便みたいなのが出てて、下宮と内宮をこう行き来してるバスがあってですね、まあそれを交通系のそのカードを持ってれば、それで運賃を払えますんで、まあそれで行き来して、さすがにね、俺もね、初め車で行こうかなと思ったんですけど、ちょっとこれ車で行ったら高速道路渋滞はまって、で次の日の15日にはもう仕事が入ってたんですよ。で渋滞にはまって帰ってこれなくなったら、これ寝ないで仕事とかだったらさすがに死ぬなと思って、それで新幹線で行ったんですけど、新幹線で行っても、まあ、僕の住んでる神奈川県小田原市から、三重県の伊勢市までだいたい3時間半ぐらいですかね。
そう、3時間半ぐらい。まあでも電車に乗ってんとね、いろんなことできるし、今新幹線ってすごいのが、あの家庭用の 100V コンセントとかついてるんで、あの携帯をこねくり回してるとね、電池ってすぐなくなるんじゃないですか。特にあの Facebook とかインスタグラムとか Twitter とか、あのその SNS 系のサイトをね立ち上げてちょっと閲覧してんだけども、すぐ電池半分ぐらいなくなっちゃうんですよね。まあそんな中でもですね、そういうあの新幹線のコンセントとかついてるとその場で充電ができるということですね。まあ3時間ぐらいかかるんですけど、あっという間ですね。で名古屋まで出て、名古屋で乗り換えて、で名古屋からあの快速三重っていう、 JR 東海が運行してる快速三重っていう、その在来線っていうのかな、一応その特急券は必要ないんですけど、普通運賃とあの自由席とその指定席がありまして、指定席運賃を払うと指定席に座れるんですけど、まあその在来線、快速三重っていうのはですね、すごく混んでおりまして、いつ行っても指定席が取れない。で皆さん言ってもピンとこないかもしれないですけど、電車ってほらパンタグラフがあって、まあ、電車だけにね、あの電気で走るじゃないですか。でも三重県の四日市から先、鈴鹿とかあの県庁所在地の津とかはですね、JR の線路は非電化なんですよ。非電化ってわかります？要は電気が走ってないんです。だから車両自体もですね、ディーゼル機関車で、まあ、まさにそのよく揺れて、そしてスピード上げるときはディーゼル機関車なんで、機動車っていうんですけどね、その非電化の車両のこと機動車なんで、スロットル、要は車で言うとアクセルですね、アクセルを踏み込んだ時の音がまさにバスがその加速してるような音でですね、俺ね、ちょっとてっちゃんの部分がありまして、まあ鉄道オタクから言わせると、その機動車に乗るとちょっとテンション上がるんですよ。もう都心ではその排ガス規制だのなんだのってあって、機動車っていうのはほぼほぼ走ってないんですけど、そういうね、ちょっと地方の方に行くと機動車が走ってて、で機動車の、これまたマニアックな話になるんですけど、機動車のその型式記号っていうのはキハから始まるんですね。キハのキっていうのは機動車の略で、でキ、皆さん今度電車とかね、内地に来て乗る機会があったらぜひ見てもらいたいんですけど、キハって始まってるのは全部機動車なんです。で、まあ、JR に限ってるんですけど、でキロハって書いてあるのがあるんですけど、ロっていうのはグリーン車、要は特別席、まあ、ちょっとゴージャスになってる特別席の意味を成してるんですね。だからキロハって書いてあるやつはその機動車のグリーン車の車両っていう意味を表してるんですね。そうなんですよ、ちょっと勉強になりました。はい、そう、その快速三重に乗って、そして、まず伊勢神宮に着いたら、まあ、何をするかというと、まあ、朝出てったんですけど、まあ、昼頃着くんでお腹が減るじゃないですか。そしたら伊勢うどんというものをね、有名な伊勢うどんってあるんですけど、初めて食べた時にはね、なんじゃこりゃって感じだったんですけど、それがですよ、2回目は伊勢に行くと率先して食べたくなる。うどんって皆さんその想像すると、さぬきうどんみたいのを想像すると思うんですよ。コシがあってね、弾力があるさぬきうどんを想像すると思うんですけど、三重県の伊勢市の伊勢うどんっていうのは逆にコシがなくてふにゃふにゃの麺なんですね。それに甘辛いタレを混ぜて、要はつゆかけうどんとかと違ってつゆじゃないんですよ。甘辛いタレがかかってて、でトッピングはそれこそもうネギだけで、オプションで生卵とかも入れられるんですけど、僕はもうそのネギだけで食べるのが好きなんで、伊勢うどんを頼んで食べるんですけど、初めて食った時はなんでこんな伸びたうどんが出てくるんだろうと思ったんですけど、伊勢にこう毎年毎年行ってると2回目は、ああ伊勢に着いたら伊勢うどんが食べたいなっていう気持ちになるんですよ。これ本当に不思議で、
食べると初めて食った時はなんじゃこりゃって思ったんですけど、2回目食うとうまいなって思うんですよね。人間の味覚ってほんとすごいと思う。思いません？そうなんですよ。それで伊勢うどんを食べて腹のごなしをしたら、今度あの芸能で有名な神様がいるんですけど、よく猿田彦神社の中にある猿目神社が有名だって言われてるんですけど、元祖芸能の神様っていうのは伊勢の古市街道って言って、昔遊郭があったところ、古市街道っていうのがあるんですけど、伊勢参りに行ったらまあそこでね、男の人は楽しんで帰ってこいみたいなね、そんな言い伝えがあって、古市街道にある長峰神社っていう神社があって、そこが芸能の神様と言われてまして、まあ、私もこういうメディア関係の仕事をやってるんで、毎年伊勢神宮に行った時にはまず最初にそこに行って、あのお礼参りをさせてもらって、そっから外宮に行くんですけど、外宮と内宮っていうのは基本的には中に入れないんですよ。ただドレスコードがありまして、スーツを着て、まあ、当然このクソ真夏にジャケット羽織って、なおかつネクタイをして、女の人はそのリクルートスーツみたいの着てれば中に入ることができるんですけど、それでも普通には入れないんですね。じゃあどうやって中に入るかというと、先に社務所によってご寄付をしたいんですけどと一言その巫女さんに言うと、ありがとうございますと、伊勢神宮って式年遷宮って20年に1回こう建て替えてるじゃないですか、横にずれるんですけど、まあ、それの寄付金を払いたいっていうと、特別参拝証っていうのをいただけまして、そうすると中に入ることができるんですね。それでなおかつその中に入るのに、またはたまたですね、一応金額っていうのが定められてまして、2000円以上っていう決まりがあるんですよ。2000円以上寄付をすると、その外宮も内宮も両方のその、皆さんがお賽銭を払ってるところの内側に宮司さんが案内してくれて、鳥居の前で二礼二拍手一礼のご挨拶ができるということですね。僕それを知ったのが、前にそのタクシーの運転手さんで、普通に何気なくタクシーに乗ったら、その伊勢参りのことをいろいろ教えてくれて、実はドレスコードがあって中に入ることができるんだよつって言って、初めて入った時にですね、そこの空気感が全然違ってすごく感動して、これはいいなと思って、それから毎年こう5月6月7月8月ぐらいでいずれかその辺で行くんですけど、必ずスーツを持ってですね、まあ、下はスーツのズボンを履いて、ワイシャツを着て、でネクタイとジャケットを持って、で伊勢神宮に着いたらネクタイつけてジャケット羽織って、で中に入るようにしてるんですけど、いやー、あの中に入った瞬間、空気が凛としてるんですね。で空気感が違うんで、なんか自分の気持ちをリセットできたっていうか、本当に清々しい気持ちになれるんで、ちょっとね、皆さんも機会があったらぜひ伊勢神宮に足を運んでいただいてですね、その空気感を味わっていただければなと思います。そして、内外宮行って、内宮行って、その後に有名な名家があるんですけど、赤福って知ってますか？そうなんです、赤福の本店がおかげ横丁っていう江戸時代の町並みをイメージした商店街があるんですけど、そちらにありまして、で赤福の出来たての赤福を、要はあんころ餅ですよね、赤福を食べることができるんです。ただまあそれだけじゃねあれなんで、夏じゃないですか、僕は夏に行った時には必ず、氷赤福っていうのを頼むんですよ。要は宇治抹茶のかかったかき氷の中に赤福が入ってるんですね。それがね最強にうまいんだけど、超待つんですよ。20分待ちとか、もうかき氷渋滞ができてて、1番から100番までその整理券っていうか買うと食券の代わりに渡されるんですけど、1番から100番までがもう常に1から100までが呼ばれてて、その100まで行くと1に戻るんですけど、で呼ばれてる番号が25番とかなのに、僕が持ってる番号73番とかで、そんなに待つのかよと思ったら、もう多分厨房では常に作ってるんでしょうね、ずっと作ってるから。結構ね20分ぐらいで呼ばれて、
で、あの外なんですけど、ちょっとあのなんつうんですか、あのサッシがついたところで、まあ、食べることができるんですけどね、そこの赤福が最強にうまくて、まあ、僕はあのインスタグラムとかにもアップしましたんで、もしあの興味があったら、それも見ていただければと思います。そんな僕の夏休みで、今年はですね、珍しく海とか川とか行かなかったな、キャンプもしなかったけど、まあ、まだまだ暑い日が続きますけど、皆さん本当に水分補給等々しっかりしていただいてですね、熱中症対策万全で、沖縄まだ10月の後半ぐらいまで暑いのかな、もうちょっとね、秋口とか落ち着いたらちょっと沖縄の方行きたいなと思っておりますので、もう8月今日で最後ということでですね、なんか夏の思い出をちょっと喋らさせていただきました。いやー本当にね、もう今年も終わっちゃうよっていう勢いですよね。8月終わりですよ、ね、90、11、12ってもうあと4ヶ月しかないよ。今年どうする、やばくない、やばいよね、俺も本当にそれは思うね。はい、ということでですね、8月終わりということで、皆さん明日から、あれ、そうだよね、明日から学校始業式でしょ、そうそうそう、明日からね、学生の皆さんは始業式、頑張ってくださいね、勉学に励みつつも一生懸命遊んで、一生懸命スポーツして楽しんでもらえればと思います。はい、ということで、あっという間のお時間で、本当に俺の思い出話喋って終わっちゃったんだけど、本当早いよね。なんかね、こうエンジンかかるともっともっと喋りたいんだけど、またね、来週お会いできるのを楽しみにしております。オープニングアレキサンドラ・スタンの曲をかけさせていただいたんで、エンディングもアレキサンドラ・スタンの曲を聴きながらお別れしたいと思います。アレキサンドラ・スタン、ミスターサクソビートを聴きながらお別れしましょう。それでは皆さん、良い一週間をお過ごしください。 See you next week。 この時間のお相手は黒岩仁太郎でした。またね、バイバーイ。
順番パイセンレディオ。